一枚写真撮ろう。地層の見えるね。よっ。よっしゃ。道なき道を行くって感じっすね。よっしゃ。行けたのかな。
るときは手ぶらで来た方がいいな。はあ、あと来るんだったら冬がいいな。はあ、夏はこんだけ運転してたら汗まみれになりそう。ちょうどいいよ今。春か。今ぐらいがちょうどいいな。ちょっと涼しい風が吹いて、運動した体を冷やしてくれる。ぬすっとがり、ぬすっとがりってすごい名前ですね。ここで自販機あるんだ。もうなんか水持ってるじゃなかったな。なるほど。これもダメだってことか。おお、そういうこと。ここで一回普通の道に出るんだ。標識がある。待ってみよう。まだ行けんだよね。登ってきゃいいのかな。どうも。
こ行けんだよ。船着き場を作ってんのか。いろんな虫がいるんだね。しかしこれ絶対分かんないよな。すごい岩だね。まあこっちは比較的歩きやすいな。こうかな。なんか色が違うね。なんだろうねこの岩。なんで周りとこちらの色が違うんだろうね。どう行きゃいいんだ。どっちにしろ降りなきゃダメか。こっち降りた方が安全か。この洞窟みたいなのあるんだね。魚釣れました？はい、ダメ？ここも洞窟というか割れ目だね。
いね、なんかこういう穴っていうのは。どこまでもどこまでも続いてそうだよな。まあいい。すごい。なんか人集まってるね。あれ？なんだろう。なんか撮影かなんかですか？風に。あ、どうも。おなんだろうな、気になる、すっげえ気になるわ。撮影してんね。綺麗なんですね、やってる。はあ、しかし気になるぜ、さっきの人ら。すげえ気になる。スッと上がり、スッと上がりで昔盗賊が割れてこの山の端まで来て下見で恐ろしい断崖と怒涛の坂巻に続々と身をブルーして足がすっくり動かなくてたやすく捕まったという。それでスッと上がりの名が残っているか。岩礁断崖が多く、悪地元の黒い岩には外界の大波が打ち寄せ白いしぶきをうなり上げていますか。ここはのすっとがり。おお、すごいぞ。あれ、どうよ。すごいぞ。これはいいね。
確かに撮影にはいいかもしれん。落石注意か。でもこれ落ちてくる岩っていうよりも落ちてる岩に注意なんだよね、どっちかっていうと。勇者ご一行様だね。上足にかかる